道の楷書に行きますね。まず右下に向かって、点が2つの場合は必ず右は上から、まあ、中心あたりか、まあ、次の角に向かうように抜いておきますね。で、まっすぐの位置、中心からあまり長くしません。で、横が短い、縦は、同じ長さかちょっと長めぐらいね。間隔を3等分で揃えて閉じたら針葉ですね。少し低い位置からちょっと右上がりに持っていって、押し戻したらお尻を上の角よりも出してください。じゃあここよりも出ないようにして、上がって下がって押さえるのがちょうどこの辺りで、上方向に抜いていきます。じゃあ道の行書に行きますね。少し穂先を左に持っていくような感じ、上の位置から次の角に向かって受けてまっすぐ押し戻してきて抜いたら、ちょっとここで筆を開いて筆を横にして肩下げて、同じ幅で少し長めですね、3等分して閉じます。点を書いたらここで、ちょっと開いて、太いから細いですね。で、お尻を上より出して上がって下がって、穂先を上に持っていって丸くですね。